ね。そうですね、やはり今のも高いですからね。まあ狙われてもサーブレシーブ変えればああいう風にしてリズムよく入っていくことできますからね、はい、おお、もう来た、もう来た、西田有志ミスエース。いや、大竹さんですか。まあ、G の方 もう完璧にマークしてますんでね、かぶせに行くっていうのはセオリーですよね、はい、今度はどうかな、来た、抜きました。この3枚も強烈なんですけど、ネットイン、カジンスキ、本間がフォローしました。今度はライト西田、落ちました。少しぬがペリながらでしたが、ブロックに当てて、もう一つ西田有志、イン、崩した、また来た、また崩しました。西田有志ネットインなので、ちょっと軌道も変わってはいたんですけどね。そうですね、さっきの代表の選手とかって本当一人でもしっかり止められる選手もかなり多くです。そうですね、余裕がありますんでね。切りました。カジンスキもよく反応して、そこから持ってきました。まあ中根もやはり乱れた時、西田、こういう長いコースを狙うってことですね。そうですね、今みたいなんですよね。やはりそのためにも、まあトスを高めにちょっとやって点を取りました。それでも上、西田有志、ストレートですか。これはもう完全にノーブロック。藤中健也が中根の2の方を警戒したのでノーブロックになりました。うわ、長いコースにしたい。とは思うんですよね。フォローした。西田が拾う。お、カジンスキから西田、ブロックアウト。すごい。いや、丁寧なトスでしたね、カジンスキも。そうですね、今のは綺麗なトス上げてますよね。やはり高さもここまで。本間です。カジンスキ、近いかな、西田。大谷、G、ウセルスキー、本間、上がってます、打てるぞ、カジンスキよく飛びました。藤中健也ラリーになって西田フェイト、小野が拾う、ウセルスキー上げた、藤中優斗ライトへ、西田有志、やりますね、これやります。西田来た、来た、また来た、西田有志、いやー西田も今入りましたが、そこから来る、青周半ワンタッチ、よく反応しました。中根が来た、カジンスキー高さ十分、西田クロス、クロスに抜きました。そんな声をかけました。西田強烈、俺たち出してくからするとですね、どうしても左に寄ってしまうんですよね。
そこを狙われましたね、はい、また来たポジションが西田前に来ます。西田お返し、カジスケ狙い、動かして西田、まずクビアクのサーブ1本で切ったジェイテクとスティングス、そしてサーブが西田有志、ネットイン、挨拶西田有志、ネットインで落ちました。大竹さん、ファイナルステージのというのがありました。サーブは白沢、西田を使う、キープしたいですね。そうですね、高さをしっかりと取ってあげると打ち、あのいろいろと打ち分けができる。久原のサーブで崩して最後首明けでした。今度は本間、西田クロス、出ない、上がないがそれを継続してやっぱり上げていくというのところが大事になってきますね。うわー強烈、もう相当いつも以上に気合い入っているんです西田有志。長野を弾いて決めてきました。てる部分があったんだね。今度はどうかな、西田復活、まあ、ラリーになっている時こそ落ち着いて急ぐな慌てるな、そういう声が選手た。山内西田、はい、西田速い、ストレートで白さんもコースにはいたんですが、その西田、こういう状況だからこそいかにいつのメンタルになれるかって大事ですよね。そうですね、防衛、そんな話をしました。西田入ってるのが初めてですね、西田ヘッドイン、飛ばした、近い、深津が触った、ここはクビアクから大きく送って清水、本間ジャンプトス、西田、この2つも触ったんですけれども、最後は西田、清水のサーブはカジスケ取った、西田が来て入ってます。ゆきたくさんが話してましたけれども、丁寧に丁寧にやっていけ、まあ、西田と長野受け止めて、清水レフトからブロック、右手前に出しました、上げたカジスキ、西田、キーを狙っているクビアクのサーブをここ1本で切りました。ワンタッチもしっかり取ってます西田、そしてサーブにこの人が行きます。おー強烈だ、これで逆転、ジェイテクとスティングス、西田クビアクを崩しました。西田に送った、今度はカジスキ溜めて打ってワンタッチ、どこを使う、深津ライトが清水、本間が拾った、西田上から、はい、つながっている、つながってます、西田来た、今で見てあげましたが、その後ジェイテクと西田、清水が拾う、そのまま持ってきました、ワンタッチ、中根どこだ、西田に送りました、高さも十分でしたね。そうですね、やはりあれだけ高さをしっかりと、それを超えてあとは初優勝なるかどうかというシーズンです。西田来た、高いところで持ってますからね、
ました西田。あの反応できなかったですね。なるほど。あ、戻します、クビアクを戻します。西田、それだけあれだけスイングが速いとなかなかレシーブの方も反応しづらいですからね。清水、中身が入る、カナールつないだ、西田、中根のディグからでした。もう清水入ってるんですけどもね、はい、それ以上のところで清水、ワンタッチあって藤中つないだ、カジンスキ、西田、その前によく上げましたね藤中が。こういうつなぎは一級品。そして最後西田前、ジェイテク、コートチェンジです。最後もやはりサーブでした。令和元年シングスです。超えられなくって3位ということになりました。そして黒和式の決勝で倒せなかった相手とまたチームとしてうまくまとまっていったっていうふうなところですよね。今カジスキと小林、パナソニックもジェイテクとも西田雄二選手です。あと控えの選手もしっかりとバランスよく自分たちのやるべきことっていうところを分かってて、お互いにフォローし合ってるっていうふうなところができてましたんでね、はい、最高主君選手賞西田雄二。今日はアタックで56分の31、サービスエースも4本、サトリ3番戦もすごかったんですが、この試合でもすごかったですよね。そうですね、やはりポイントポイントであれだけのサーブ、それもノータッチエースで取ってますんでね、はい、相手に与えるプレッシャーっていうのは相当あったと思いますんでね、